はいどうも、市川の便利屋です。本日は以前お仕事をいただいた方からのリピートのお仕事となります。覚えてる方もいるかと思うんですけども、 YouTube 第1号のお仕事をいただきましたという動画を以前上げさせていただいたんですけども、そちらからのお仕事ですね。はい、以前は草抜きと伐採と砂利敷きのちょっと敷き直しをして終わりだったんですけども、今回は思い切って防草シートを貼ってくださいというお仕事をいただきました。まあ以前と重複することもあるんですけどね、以前引いた砂利をもう一回上げて、そしてまた防草シートを貼るっていうね、ちょっと重複するんですけども、それよりもやっぱり綺麗に家の周りを整えたいということでお仕事をいただきました。ありがとうございます。はい、今回ねちょっと編集の時間がなかなかなかったもので、グダグダしてるかと思うんですけども、先にオチを見たい方は12分のところに飛んでいただければ、結果が見れると思います。よろしくお願いします。さあ、そうこうしているうちに砂利を外に出す作業が終わりまして、今抜根作業が始まりましたね。はい、4つなかなか生き生きとした木がね生えてたわけですけども、はい、以前はそこの上の部分を伐採しただけで終わったんですけども、この切り株を抜かないことには防草シートがうまく貼れないということで、今ノコギリでね切りつつ分解しつつ抜根しております。結構この家のね基礎の部分の近くに生えていたので、それがちょっと心配だったんですよね。あまりにもこの木は勢いがありますから、もしかしたら基礎をね割ってしまう可能性もあったので、今のうちにこうやってね抜いておく方がいいんじゃないかなということを思ってたんですけども、はい、やっぱりその作業をいただけてなんと良かったなと思います。はい、でまあ、やり方としては、まあ、地中10センチから15センチぐらいまでは確実に抜いてですね、防草シート張りに支障のないようにしたいなと思ってます。はい、これ基礎の近くなのでね、ちょっと慎重にやってますね。基礎を逆に痛めてはいけないのでね。さあ、ここ一番いいとこなので通常のスピードでオープンしております。抜こうと思ったらカメラの下まで根っこが張っていたので、三脚が倒れそうだったので、今片手で持って抜いております。はい、抜けましたね。よかったよかった。結構長くまで行ってますね。はい、横に広がって、でさらに真下にも1本伸びてるっていう、そういうタイプの木ですね。一番厄介ですね。はい、3箇所ぐらいは切らないと全くびくともしなかったですね。はい、今回もこれも同じようなパターンですね。まだ根っこは小さめですけど、で真ん中に生えてくれたのでありがたいですね。はい、スコップでちょっとテコを利用してですね、ちょっと弱らしてから抜きましたね。はい、そして3本目。はい、これがまたね壁際なのでややこしいかなと思ったけども、割と柔らかい木だったので、はい、これやった瞬間にあいけるなってすごい思いましたね。はい、なんか草と木の間ぐらいの木なんですね。赤目ガシワですね。赤目ガシワはそこまで硬い木じゃないですね。すくすくねすぐに育つけども、すぐ育った分なかなか根性がないというかね、すぐ取れやすい、そんな特徴がありますね。さあ、木が全部抜けましたので、今度は整地ですね。整地しまして、ちょっとまた根っこが見つかってそれを取ったりとかして、はい、でまた使えそうな小石を今集めてますね。で泥だらけの石はもうこの下に埋めちゃおうということですね。使えそうな小石を拾っております。はい、お尻をねよく見せておりますけど、すみません、ね、幅がなんせ35センチしかないもんですから、なかなか難しいですね。しゃがむこともなかなかできなくてですね、常に片一方の方向だけこうかがめていますからね。はい、左脇腹を痛めましたね。もうそうこうしてるうちにあっという間に防草シートが敷けましたね。このあと微調整なんですよね。傾き加減、どの程度端をはわすかとかね、はい、そういったのをちょっと今考えております。結構パズルみたいなもんですごく考えることが多いですね。はい、そして今踏んでですね、端っこのたわみ具合とか今確かめておりますね。でこれがまっすぐなのはここいいんですけども、ただ手前にコードとか奥にまたね、あのコードの線があったりとかして、これがまたねどう避けるかっていうのがね難しいんですよね。はい、お尻で終わりましたけどすいません。はい、拾った石を今選別しまして、綺麗と中ぐらいと汚いに分けましたね。綺麗なのが緑シートに載ってるやつですね。これをどこで使うかねすごく今考えておりますね。あと汚いやつをねどうやってやるかっていうのをね考えてたんですね。この水で洗浄してもいいのかなと思ったけど、洗浄すると今度その
泥が出るので、その泥をどこに捨てるかっていう問題もあって、結局はふるいにかけてちょっとゴミを拾って、で綺麗なやつだけ使う、あとは下に埋めちゃおうという作戦にしました。はい、まあ、それがまあオーナーさんのご意向でもあったのでね、まあゴミを拾い分けてですね、こうやっていじってるうちにだんだん細かい土が下に落ちてるのが分かりますよね。まあまあそれで分けれましたね。はい、いろいろ石を敷いていっています。でこの後また新しい石を買うかもしれないので、まあ重り程度に乗せていますね。まあ、なかなか出てきませんけども、これは奥でずっと石の間に入ったホコリを選別しているという、そんな作業をしております。はい、見てみて、はい、徐々に敷いていってますね。さあ逆サイドから今度はちょっと切れ目を入れてですね、手前のコードの間に通して、はい、こんな感じで両サイドからね挟み込めば、まあ、汚くならない、このコードのね穴が目立たないので、そこから草も生えてきにくいだろうなと、隙間を埋めることができましたね。はい、そしてもう一個コードですね、ガスのコードですかね、湯沸かし器の下ですね。ここもとりあえず現場に持ってきてからどこ切るか決めてますね。行き当たりばったりですね。でもまあまあ収まってよかったな。あとここをテープでね止めたら完璧ですね。今ちょっとテープを買いに行っていただいているので、この作業はこれで一旦置いといてですね、はい、奥のこのコーナーですね。コーナーもなかなか難しいですね。コーナーの先にはですね水栓があって、あの配管があって、その蓋があるんですね。この蓋をどうするかっていうことなんですけど、とりあえずシートも上に乗せちゃって石敷きますって言いました。そしてこの切れ端ですね、コーナーにもありましてね、コーナーともう一つのこの包装シート、これを分離させれるようにしておいてですね、もし何か蓋を開けなきゃいけないっていう時にはこれをベリって剥がせば見れますよということをね言っておきました。ただねこれ忘れてしまうとね、どこにあるかもう分かんなくなっちゃうので、写メだけ撮っといてもらいます。じゃないとね、もうどこだどこだってなって探して全部引っぺがすことになったらね大変ですからね。ちょっと作業場が戻りまして、最初にシート敷いたところですね、はい、こちらに綺麗なあの石をふんだんに使いました。そして整えて、はい、一旦おしまいと。はい、そして続きですね、この一番広いところですね、前回念入りに整地したところですね、こちらにシートを敷いていきます。シートの向きあるのかなってね最初思ったんですけども、まあ僕の中ではありましたね。はい、あのロールになっているシートだったので、まずクルンってなるじゃないですか。そのクルンってなって上に向く方じゃなくて下に向く方、両端が下に向く方を置くとうまい具合にこの両サイドにぴったりくっつくっていうことが分かりましたね。現場でいろいろ学習させていただいております。そしてまた配管周りですね、ここで一旦敷いて、そのサイズに合わせてハサミを入れていくというね、まあ、ある程度形が合ってれば、あとはテープでねこの隙間を埋めれますので、そういった、まあ、心の安心があったので思い切ってガシガシ切っていきましたね。今敷いてるシートで2メートル50センチ切れましたね。50センチごとに印がつけてあるので非常にカットがしやすかったですね。本当はもっと手の込んだ前回みたいなね、いろんな挿絵を入れたりとか写真資料とかね入れたりとかして編集したかったんですけども、ありがたいことに明日明後日と立て続けに仕事が入っておりまして、もうあのこの動画をね今日アップしないとどんどん動画が溜まっていくばっかり で、ま、はい、もう夜になっちゃいましたね。はい、ということで夜まで今日やって、それでも終わらなかったという作業ですね。はい、今テープでとりあえず止めてですね、飛ばないように固定まではしとかないと心配ですからね。そして今裏とこちらの面をやって、あと表の面もあるんで、そちらがまだ済んでいないということなので、またあさってやってきてその作業プラス壁の清掃というのもやらせていただく予定ですね。はい、まあ他に仕事があったのでまたやってくることができてよかったですね。じゃないと今日ちょっと消化不良で終わるところだったので危なかったですね。はい、でもまあ抜根がね時間かかったのもあって、あとちょっといびつな形のね土地なので、それに合わせてシートを貼っていくっていうのが、まあまあ技術がいることだなということが分かって、僕の経験値アップにつながりましたね。ありがとうございます。はい、これ今ねなんか野生のイリオモテヤマネコをこう観察してるかのようなね、
目の粗い映像となっておりますね。はい、罠を仕掛けて捕まった幻の動物みたいな、ね、そういう映像っぽいですね。これ無理やり明るくしてるんで実際もっと暗いんですよ。はい、そんな中で、はい、とりあえず手探りで軽石を引いてですね、形を整えて、はい、それで終われたらなと思って、はい、ということで今回朝11時半からお邪魔しまして7時間作業させていただきました。そして今回受け取った作業料が3万2000円でした。どうもありがとうございました。そしてまた明後日よろしくお願いします。ちなみにランチタイムではお茶とおにぎりをいただきました。帰りには美味しいシュークリームまでいただきました。本当にありがとうございます。至れり尽くせりです。助かりました。これなかったら死んでました。はい、ということで以上です。ちなみに現在登録者数が985名まで伸びました。ありがとうございます。あと15名で1000人達成です。皆様の応援本当に感謝です。ということで今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。